カナダ文化遺産省は、カナダ連邦政府内で、カナダの文化、芸術、メディア、通信、公用語、スポーツに関する行政、規制、業務を司る省庁である。本部は、ケベック州、ガティノーにある。カナダ文化遺産省本部のある、テラス・ドゥラ・ショーディエール・ビル担当大臣は、業務内容で分かれており、現在のカナダ文化遺産大臣は、メラニー・ジョリ、スポーツ、 障害者大臣はカーラ・クールトロー。女性地位向上大臣はメディアム・モンセフである。カナダ文化遺産省はカナダ国王および王室のカナダ訪問も担当している。1996年にメディア、通信に関する技術規制についてはイノベーション、科学経済開発省に関され、メディア、通信の技術面以外の面のみ残された。2008年に市民権、 多文化主義に関する業務は移民、難民、市民憲章に移管された。2018年に女性の地位向上に関する業務は新設の女性、ジェンダー平等賞に移管された。ありがとうございます。